軽傷の右肩痛が出て、内線外線に痛みがありますと。インナーマッスル化とも思っていたんですが、どうも二頭の担当の痛みのようですと。肩のトレーニングはしない方が良いでしょうか。また胸トレーニングをどうしたらいいか悩んでいますと。これはね、二頭の担当、この肩のこの付け根のところにくっついているところ、これが炎症を起こしていると、これはプレスをやっていると治らない、ね。これ炎症を取らなくちゃいけない、イコール、その運動はしない。ね、あとはアイシング、この、炎症を取って、ここを治していかなくちゃいけないので、なので、これはいつも言ってるように、その痛い、違和感があるポジション、種目はやらない。胸だったら、まあ、どんな種目でも、フライでもな、使うしな、ということで、しばらくちょっと胸のトレーニングは休まなくちゃいけないかもしれない。まあ、辛いと思いますが、胸のトレーニングは、しばらくお休みして、肩もプレスは一切なし、フロントもなしと、サイドとリアをトレーニングしてくださいと。かな。